え、この歌2番あるの？あれあれやな、ファミコンでもやる？野球がいい！ふかしたてのおまんじゅう、スネ夫の家は何でもあるね。人んちかい。夏休みにタイ旅行に行っていたたかしがむっちゃ可愛くなって帰国した。たかし？ポケットモンスター R18 へ起こりうること。3位、バトルシーンで死者が出る。2位、たけしが超肉食系。1位、それはおじさんの金の玉だからね。からのバトル開始。アウト！お前は心に強っ、お前は心、えずいとるやん。親方はこのセル硬いっす。エクセルの作業員が弱音を吐くな。クライアントの指示通り全力でセルの幅を広げろ。そんな仕組みだったの？だから餃子の皮で俺を包み込むなっつーの。どういう状況？なに？オラのこすられたうどんにコスが足りないだと？癖が強い。ひっつかまれて連れてかれて雇われて、今日も配る吠える明日への道を切り開く。ふっか。動かねえジジイを道頓堀に沈めただけだろうが。おめえやったんか。うちのカナリアが死んじゃったのよ。カナリア。のび太が悪い。こんな鬼滅の刃は嫌だ。戦う前から虫の呼吸。死にかけやん。めっちゃ雑にこのキャラクターを説明してください。サトシ。合ってるけど。探してたバットを持ってた。よかったね。男だった時の最後の写真。バットが消えた。そのうちできたら返してやるよ。見てもそうなんだ。借りたものを返したことがないんだ。ギロ。それじゃあ泥棒だ。俺はそんな悪いやつか。うん。あいつ死んだな。危ない、みんな伏せろ。と言って海に投げ捨てた爆弾を中堅のハチがわざわざ拾ってきた。ありがとう。さよなら、お利口やな。返事。私のおばあちゃんは、おばあちゃんと言っても返事をしてくれません。だから私はおばあちゃんを斧で。なしゃねん。この医者絶対にサッカーファンだと思った理由とは、余命のことアディショナルタイムっていう。はぁね。山おじさんが言った衝撃の一言。確かにアンパンマンは私が作ったが、その他は知らん。どこからやってきてなぜ衣装を持っているのか考えると恐怖で夜も眠れん。怖。お願い、レッド、ブルー、グリーン、イエロー。ここは私、ピックに任せて。豚やないかい。のび太が自力で100点を取り、ジャイアンがいじめをやめ、スネ夫が貧乏になり、静香ちゃんが風呂に入らなくなった。よかったやん。ひゃあ、何これ？これ、魚？エイリアンみたいだな。ふん、魚達の三代目はそんなことも知らないのかよ。そんなんで天の仕入れを独占しようなんて笑っちゃうよ。ヤガラだよ、ヤガラの頭さ。返せよ。目怖。くすぐったい？え？何兆かお前。言いすぎや。かわいい。赤ん坊みたいに言わないでほしいな。小さくても年は君と似たようなものです。ごめんなさい。まあ、うちは広いからね。大きな人、小さな人、いろいろいても好きではないさ。私のタランチュラと戦わせましょう。なんでやねん。さようなら。タランチュラ強かったよ。勝ったんや。神は我々を見捨てなかったようですね。ダン。タランチュラの仇。エッグ。巨大化した静香ちゃんはタランチュラを街に放ちました。悪魔か。パピ、ピリカ星の大統領。常に礼儀正しく、冷静で責任感が強く、わずか8歳で大学を卒業したという秀才。タランチュラの猛毒によりこの世を去る。改変されとる。